こうちゃんと遊ぼうです。このコーナーは大台町出身の絵本遊び作家浦中浩一さんにスタジオでオリジナルの遊び歌を披露していただいたり、身の回りにあるものを使った工作などを教えていただきます、はい、さあ今日もこうちゃんが隣にいなくて寂しいんですけれども。本当ですね。はい、残念ですけど、はい、作っていきましょうね。はい、うん、元気に参りましょう、はい、今回は何を作りますか。今日はですね、うん、紙コップを使ったくす玉作りをしたいと思います、はい、紙コップでくす玉を作ることができるんですか、はいはい、ものすごく簡単にできます、でもちょっとリモートなので心配ですけど頑張っていきましょう頑張ってついていきますはい、お願いします、はい、では準備するものを教えてください、はい、準備するものはこちらになります。紙コップ2個、洗濯バサミ、折り紙、色画用紙、毛糸、マスキングテープ、丸シール、透明のテープ、両面テープ、ガムテープ、ハサミ、ステープラーとなります。はい、はい、ではまずは何から始めますか。まずはですね、この白い紙コップ2つありますか、はい、あります。これにですね、はい、今日確認するとまたシールありますね。定番の丸シールですね。もう丸シールが一番いいですはい、で、はい、ちょっとこれだとなんか寂しいので、うん、これをじゃあペタペタ貼っていきましょう。あ、そうですね、はい、カラフルにしていくということですね。はい、カラフルにね、これもちっちゃいお子さんでも喜んでできるので、うん、好きな数だけ貼り付けていってもらったらいいと思いますよ、はい、うちの息子もシール遊び大好きです。ですよね、うん、もう本当にね、こうやって貼っていくといいと思います。よいしょ。そうそう、これね、丸シールは大きいのとか小さいのがあるので、はい、お店に行っていろんなのを選んでもらって、はい、お子さんがこうやって貼り付けていくと、はい、とっても楽しくできると思いますので。さあ、およそ貼れましたか。はい、貼れました。今日はまあこのくらいにしておきましょう、はい、そして次に行きます。次はですね、はい、この紙コップ、こうくす玉にするのでこうやって取り付け貼り付けたいんですね、はい、でくす玉ってこう割れるとこう開きますよね。だからこの部分にガムテープをちょっとつけます。はい、ガムテープありますか。はい、あります。はい、そんな長くなくていいです。ちょっと短めに、はい、よいしょ、切りまして、これをこのような感じでペタリと、ですね、こうですね、こう貼り付けちゃったらいいですね。はい、まず上の側に貼ります。はい、そしてこの中面、中の側、中側にもちょっと貼りましょうね。中側にもペタリと貼り付けます、はい、よいしょよいしょ、こんな感じでここにペタリと、よいしょ、ここに貼り付けます。そうするとこう動くはずですね。こうやってどうですか。はい、動きます。こうなりますね。こうなりますね。はい、いいですね、はい、じゃあこれでまずは完成になりますね、これ、はい、で次です。次はですね、くす玉の中に入れるものを作ります。はい、今日は折り紙で作ってもらうんですけど、折り紙ありますか。あります。ちょっといろんな色が、はいね、お子さんと作るとき選んでもらって、好きな色を使ってもらって、はい、じゃあまずこれをですね、うん、半分に折りましょう。はい、今日半分に、もう紙吹雪みたいな形で入れてもいいんですけど、はい、お家が散らかっちゃうわ、大変だわっていう方にはちょっとこれが最適かもしれません。はい、よし、折ります。でもう一個半分に折ります。はい、よし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 、そしてもう一回折ります。はい、はい、で開いてもらって、はい、線ができますよね。はい、でそこの線を、まあ今日は一個作ってみましょうね、うん、よいしょ、こうやってチョキチョキ切っちゃいましょう。よいしょ、1本切ります。よいしょ、こんな感じで切ります。よいしょ、はい、そしてこんな感じになりました。はい、で次はですね、はい、これをくるりとリボン、よくリング作りましたよね。でこういう感じでしてもらったら、ステープラーを使ってもらって、はい、ここをパチリと止めます。よいしょ、早い、はい、いい感じできました。はい、でこれこんな感じでね、うん、こう穴が開いてるから上から落とすとふるひるひらひらって下に落ちていくんですね。落ちますね。今落ちちゃってどっか行っちゃったので、はい、行きますけど、はい、そしてこれで OK です。これをたくさん使ってこの中に入れてもらったらいいのですね、はい、はい、そして次に行きます。はい、次は次はね、洗濯バサミ、はい、ここを止めるんですね。これ勝手に開いちゃうので止めます、うんうんうん、でこういうね、
洗濯バサミありますよね。あります。でここは画用紙、色画用紙使います。はい、色画用紙を半分に折ってもらいます。半分に折る。はい。でここをパチッと止めます。はい。でそしたら大体でいいんですけど、大体って難しいですよね。はい、難しいですね。そうですね、大体って難しいです。です、まあどうだろうね、2センチぐらいかな。2センチぐらい。2センチぐらい。はい。あ、もう勢いよく切っちゃいましたね。早い。はい。そしてここからちょっとまた1センチぐらい開けて、はい、洗濯バサミの下を1センチぐらい開けて切ります。こんな感じ。OK。あ、いいですね。ゆっくりでいいですよ。あ、そっか。そう。あ、気づきましたか、何か。あ、いや、何でもないです。大丈夫です。なんか気づきがあれば。あの、作っていく中でね、はい、いろいろ気づきがあるっていうのは大切なことなんですよ。はい、そうですね。そう。そういや、時々ね、周りの人は独り言言ってるなと思うんですけど、そして、洗濯バサミつけたまま、はい、折り込んじゃいます。折っちゃいます。はい、うん、そうすると、2つできましたよね、今。できました。そして、はい、この状態、こういう状態を作ります。うんうん、この状態、はい、この状態でここのところに両面テープをつけまして、なるほど、ここの2つの部分にペタリとくっつけます。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、よし、じゃあこれを両面テープをつけまして、はい、でよしよし、どっちだったかな、これ忘れちゃうんですよね。そう、忘れちゃいます。私もそうなんですよ。よく忘れちゃうんです。はい、よしよいしょ。そして、はい、このここの貼ったところの真下に貼るようにしてください。よいしょ。貼ったところの真下。はい。にこうやってこういう感じですね。こういう感じで貼ります。2つ。よいしょ。よし、どうですかね。できてますか。うん、できてます。あ、いいですね。いい感じです。よし。でもう一個止めます。リモートでも工作できるもんですね。そうなんですよ。実はね、僕結構リモートで保育士研修会でやってるんですよ。はい、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。だからね、だんだんと、うん、やっぱりね、スタンダードになりつつあるんですかね。やっぱり近くがいいですよ。そうですよね。、はい、そしてこう貼りました。はい。でこの状態だとちょっと不安定なんです。はい、上もちょっとガムテープ止めて、うん、ちょっと色もね、僕のはついちゃってるので、はい、マスキングテープありますか？はい、あります。ここの周りをぐるりーっと貼っちゃいましょう。はい。はい。そう、剥がれやすいから止めるとしっかりいい感じになります。よいしょ。でもマスキングテープ結構止めにくいんですよね。あ、結構ね、シワができますね。そう、だからこれは。お子さん難しかったらお家の人が手伝ってあげるといいと思います。よいしょ、くる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 と貼っていきましょう。よいしょ、それが2つ貼ります。はい、よいしょよいしょよし、ちょっと手元がよし、こんな感じ、はい、よしよいしょ、貼れてますか。はい、貼れてます。貼れてますか。いい感じですね。今1つ貼れました。素晴らしい。はい、もう一箇所貼ります。よいしょ、ゆっくりでいいですよ。はい、もうね、終盤に来てますから。まもなく出来上がりですか。そうです。おー、くす玉ってなんかすごく難しいイメージあったんですけど、はい、これを作った時にめちゃくちゃいいのができたと思いました。勝手に。まあ、どんなのができるのかすごい楽しみ。もうね、うん、なんか子供の頃くす玉ってすごい憧れだったんですよ、僕。そうですよね、特別ですよね、くす玉ってね。テレビでしかほとんど見ないじゃないですか。うんうんうん、あとなんかこれはキラキラしないですけど、キラキラの丸をね、うん、やってるんで、これまずここまでいきました。はい、でここに洗濯バサミを止めるんですけど、はい、これだと引っ張れないですよね。あ、そうですね。だから毛糸をこれにつけます。あ、毛糸を、はい、よいしょ、適当な長さに切っていただいて、はい、ちょぴっと、そしてこの洗濯バサミにかませて、はい、でこの後ろで結ぶだけ。うーん、よしよし、これが紐になるわけですね。そうです、そうです。うん、もうこれを引っ張ればあっという間にパカッと開くんです。おお、よいしょ、よしよしよし、いい感じで、よし、はい、こんな感じ。これ20ぐらいに結んどいてもいいですか。そうですね、取れないぐらいでつけてもらうといいと思います。で、はい、ここにこう止めればどうですか。しっかり止まってますか。よいしょ、はい、はい、いいですね、はい、いいですね。そして、はい、これだとまだダメですよね。うん、
ね、そうですね、ここから今度また系統をつけます、こう持てるようにね、はい、はい、じゃあそれをつけましょう、はい、よしよし、どのくらいの長さにしようか、これもねそんな長くなくていいです。でここにガムテープでペタリと留める、真ん中あたりに留めてください、はい、はい、真ん中あたりにね、よしよいしょ、よし、さあ順調ですね順調ですか、順調じゃない笑い声でしたね今いや、今日はあの実は、うん、リハーサルでテープに苦戦したので、はい、テープをもうここに貼って準備してるんですよこれかなり時短になってます、時短をしてたんですね、はい、みんなが知らない、テレビの前の人が知らないところ、僕も知らなかったです真面目ですね相変わらずもできましたよ、浦中さんは、はい、僕より早い悔しい、そうこれで、ほらもうこれで、はい、うん、これでパッと開けばもうここから落ちるので、うん、ね、ここの中にさっき作ったもの、はい、その前にこういう百均で作っあの売ってるような、はい、こういうのもあるんでこういうのも入れちゃいましょう、うん、そして、はい、さっきちょっとねもう先に作っちゃいました、このキラ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 っていうか落ちるやつ、うんうん、これも入れちゃいましょう、いっぱい、はい、こうやってね入れちゃってください、入った、適当に入れたら、はい、こう止めちゃいます、よしできた、完成、じゃあ僕からちょっと引っ張ってみようかな、はい、はい、いきますよ、さあ行くよ、行くよ、いいかい、おめでとう、パンパカパーン、ちょっと揺らさないと開きが悪かった、でも落ちたこんな感じです、うん、いいですね、うん、中田さんもどうぞ、はい、いきますよ、はい、せーの、おめでとう、あれ、あ、ちょっと揺らして、ちょっと揺らして、ちょっとねガムテープ強いから、ちょっとどうしたの、何か事件が起こったの、なんでそれあのおめでとうにならないからドキドキしちゃう、あれちょっと待って、いきますよ、はい、せー、あれちょっと待ってね、いいよいいよ、せーの、おめでとうございます、あれあれあれ、ちょっと揺らそうか、じゃあちょっとこうやってちょっと揺らして、あれちょっとガムテープ強く飛びすぎたかな、これね、そう僕も思ったんですけど、ガムテープってしっかりしてるから、はい、もう事前にこうこれこの運動をしといてください、この運動しっかり皆さんあのリハーサルでちょっとガムテープ緩すぎたんですよね、あでもね、失敗は成功のもとですから、うん、こういう失敗すると必ずこういう癖をつけるようになりますから、もう絶対次からは中津さんはこれで、はい、失敗しない、失敗しないですか、そうです、もう大丈夫ですか、そうです、ね、工作とかやっぱり失敗をしてどんどん上手くなってきますから、こうやってこれね、あほらね、ほらよかった、今僕を見てくれてる人が拍手してくれてる、すごいスムーズにできたと思ったのに最後の最後でそうこうやって、あ、いける、よし行ってみよう、いきますよ、せーの、おめでとうございます、あれうそいい、でもね、しっかりここ、ここちょっとこう、すぐ止めすぎましたね、ここね、いいことました、まあちょっとね、じゃあちょっと今日の感想どうぞ、いや、うん、ちょっと悔しいです、悔しいね、開かなくてですけど、はい、くす玉って本当に特別なものじゃないですか、うんうん、それをこう手作りで作ることができるっていうのも驚きですし、またこの100均の材料でできるっていうことにもびっくりしました、うん、はい、うん、ぜひ皆さん作ってください。